2018年6月10日21時32分あるパチーノ×タランティーノなんて楽しみすぎる。テーラーヒル、フィルムマジック、ゲッティメイジズ名優アルパチーノが、クエンティン・タラン。ティーノ監督最新作、ヌアンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド、現代、ヌアンス・アパン・ア・タイム・イン・ハリウッドに出演することが決定したと、デッドライン他各メディアが報じた。本作では、初共演となるレオナルド・ディカ、プリオとブラッド・ピットがダブル主演。スーサイドスクワットのハーレークイーン役で知られる女優のマーゴット・ロビーのほか、ダコタ・フ・ニング、ルーク・ペリー、ダミアン・ルイス、バート・レイノルズらが主要キャストとして出演する。映画の舞台は1969年のロサンゼルス。カルト集団マンソンファミリーが実際に起こしたシャロン・テート殺害事件を題材に、落ち目の西部劇俳優リック・ダルトン、レオナルドと彼のスタートマンだったクリフ・ブース、ブラッドが隣人である女優シャロン・テート、マーゴットの殺害事件に巻き込まれる様を描くと報じられている。